エイデムトバシチです。今週のウーバーイーツの売り上げは 53,716 円でございました。乗車70回クエスト完クリぴったりでしたね。すごいですね。今週は3日だけですね。3日だけフルで行って、4日は夜しか行ってないです4日は夜しか行ってないですけど、でも70回できればいいんじゃねって感じで、まあ、来週のクエストも同じですね、感じできてますので、まあ、70回来週もやろうかなと思いますね。はい、まあ、70回だと相当ゆるくやれます。ダブル拒否ったりまあやって90回できなくもないってなんだろうね、まあ4万円以上あればいいや的な感じでやってるんですけど、まあ、5万3000円でステップンがね、ちょっとね、だいぶ弱々しくなってきちゃったんで、ちょっとステップでステップン専業化計画がなかなか遠のいてしまう感じではあるんですが、まあだから、やっぱまあフーデリは効率がいいかなってとこでね、まあ別に昼行かないのもいいんだけど、まあ昼夜軽く行ってちょろっとやるのもいいかなとは思ってるんでね、結局まあフーデリ専業化みたいな感じにはなってしまうんですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。めちゃめちゃ靴が安くなってきてますよね。B 国のシューズもね、10万円切ってきましたし、なんか100、ちょっと前まで100万円だったらしいんです。で、なんか、うささんがなんか400万ぐらいステップで溶かした。うささんってなんか東洋町の人なんですね。東洋町の出前館の業務委託の元締めの人でしょね、なんか400万ぐらい溶かしちゃったらしいですけど、私もね、FX で500万とか700万とかね、溶かしてますけど、まあ、厳しいですね。で、まあ、ステップンなんですが、まあ、靴をね、増やしていきたい。で、まあ、B 国の靴も買ってもいいんですけどね。まあ、どこまで下がるかちょっとよくわかんないですけど、B 国もだから結構安くなってるんですよ。もう7万、8万で買えるぐらいになってるんです。で、まあ、一応その、GST がまだね、B 国の方が高いんで、B 国一足買って、そこに3足集めて、米国で歩いてもいいんですけど、まあちょっと結局ね、GST 同じぐらいまで落ちそうですから、ね、でもまだ倍ぐらいはあるんですよね。3.6 ドルぐらいあって、なんだっけ、普通のソラナの GST は200円切るぐらいですから、ね、まだ倍ぐらい高いんですけど、まあちょっとなんかよくわかんないことになって。てか、米国の普通なんてこんな下がったんですかね。まああれなんですけど、その、中国規制が原因なのはわかるんですけど、まあ、ステップのことはいいんですけど、フードデリバリーです。バイクがね、ちょっとやばいですね。もう、カーボン紙がひどくてね、なんだっけ、電動キックボードみたいな感じになってますね。もう発進するときに足で切らないといけないぐらいの、もう全然、出ないんですよ。最初ね、山人さんから山人を買ったときはね、もうちょっとひねっただけで、もう、それ持っていかれるぐらいブリーンってなってたんですけど、めっちゃ遅くなった。ってことは、私トゥデイカーボン紙ないと思ったけど、トゥデイもやっぱりカーボン紙あったんですかね。なんかそんなに、だから、山人号がいきなりゴーってなるって言ってたじゃん、私最初。B のはね。いやもう全然初速は出ないんですよね。まあなんか修理もできなくはないと思うんだけど、まあいくらかかるかわかんないけど、エンジンのバラしてみたいな。まあ、でも多分そこまでする価値がないバイクだと思われるので、バイクもね、なんか、フードデリバリーやるんだったら買わないといけないかな。まあ別に屋根はいらないんですけど、屋根はいらなくて普通に走ればいいんですけど、はい。ステップンね、ステップンちょっとどこだろうね。もう毎週毎週 GST がね、下がっていくんでね、ちょっと本当歩いて稼げなくなってくるっていうか、靴増やさないとさ、ね、靴増やさないことにはと思ってしまうんですけども、まあね、靴が安くなっていくから、まあ、多分3万円ぐらいまで来るかね。3万円で1日1000円稼げたら1ヶ月で回収できるとか3万円ぐらい、なんかガンガン下がってるからね、靴の値段ね。ちょっとよくわからないです。もうなんか8ソラナ割ってたりするから、ね、で、BNB も 2BNB 割って2BNB だと思ったらもうさっき 1.6 いくつとかなってるから、マジで本当どんどん
両方とも安くなってからあれだけど、なんか本当靴の値段同じぐらいになるかもしれないね。まあ、B 国とソラナ国ね。いやまだまだだから7月15日までですからね。その中国でステップできなくなる。それまでそこに向けてガンガン安くなるでしょうね、靴の値段ね。1万円ぐらいになるかもしれない。あんまあってもね、そんな歩けないじゃないですか。限度があるし。難しいところですね。はい、そんな感じで、フードデリバリーね。来週も70件やります。よかったら、この70回のやついいっすよ。だから最後のさ、20回ぐらいなんかボーナスタイムだから、全然その、値段とか見なくてできるもん。てか、むしろ近くないと嫌だみたいな感じで。今日もちょっと遠いのやったりしたけどさ、あんまりやんない方がいいよね。てか、おかしくね、築地から、どこだっけ、築地から枝川とかさ、昨日もさ、どっかから東砂までやったの。どこから東砂か。遠いんだよ。5、6キロのやつ。はい。なんなし。あ、その前がさ、なんか、いきなりステーキ、ね。勝ち時のいきなりステーキ、ケントダブルで勝ち時まで行って、勝ち時のいきなりステーキ行ったんよ。近いやつ。ショートのやつ。行ったらさ、なんかさ、入り口でお客さんとドライバー持っててさ、中入ってたけど、全然店員さんいねえしさ、わかんねえなと思って。やめた。やめて、それの次に、なんか、築地から枝川、まあ、戻りだからね。戻りで、こう、エリアを戻すために取ったけど、ちょっとロングすぎた。ちょっと遠かった。だから、そんなところで。フードデリバリーね。フードデリバリーはやっぱ強いですよね。やっぱステップンと比べるとフードデリバリーの効率的に稼げるのがあれだしさ、なんか早がと、手取り16万って誰だっけ、なんかよく手取り16万、16万とか言うけどさ、よくわからんよね。だってフードデリバリーってさ、なんか普通にやっても、ね、20万ぐらいいくじゃないですか。で、多分私は専業でやってるけど、副業でやってもこれぐらい稼げると思うんですよ。副業でやってもね。だってさ、私ほら、ね、ほぼ土日で稼いでるじゃないですか。まあこれは件数じゃなくて、なんつうの？件数じゃなくて金額でのグラフなんで、土日だけやってるみたいに見えるけど、そうじゃないですよね。土日はこう、なんていうの？またぎっていうの？またぎのやつがどっかんどっかん来てるだけであって、件数的にはそんな土日ってわけじゃないんですけど。何の話だっけ。お金の話。お金の話だから、フルタイムで働いて16万、手取り、まあ手取りの、その、働いての16万と、フードデリバリーのね、16万はまた違うとは思うんですけど、いろいろこう、社会保障とかさ、あるから、あれですけど。でもさ、通勤時間とかもかかるかもしれないしさ、あとなんかね、洋服とかさ、昼飯とかかかるかもしれないから、まあ、一長一短っすよね。はい。何の話だっけ。あ、お金の話。お金ね。あ、そういえば Google ネストハブ買いました。今週、来週はあれ買おうかなと思って、楽天ハンド買おうかな。あまりにもさ、このさ、 G なんだっけ、これ OPPO の端末がしょぼくてさ、それでさ、これ最近復活したんだけど、これ何、シャオミのなんか QT か 9T かなんかなんだけど、こっちの方がサクサクなんですよ。このさ、OPPO の端末 A73 かなんかさ、めちゃくちゃもっさりしてて、もう嫌なの。もう嫌なんで、楽天ハンドこれに買えようかな。で、楽天ハンド、楽天で買うと12,800円ぐらいなんですけど、端末だけ買うとね。ヤフオクだと1万円ぐらいかな。ヤフオクだと1万円。楽天ハンドの欠点は eSIM なとこなんですよね。eSIM なんで、まあ簡単に SIM 差し替え使うとかできないんですけど、まあ別にいいかなと。なんか本当は2枚出ししてさ、その楽天と、そのなんだっけ、マイネオでみたいなこと考えてたんだけど、でもほら楽天さ、ね、0円なくなっちゃうから、まあちゃんと使おうやみたいな。まあ、今月ちゃんと使ってるっていうか、私の運用的には、この子楽天で、外に出てる時ずっとテザリングしてるんですよ。で、iPhone で稼働してるんですけど、テザリングでやってる。たまに電波悪い時オフにして、これマイネオちゃんの方なんだっけ。LINE もが入ってるんですけど、LINE もで通信したりしてますけど。で、で、この iPhone がすごい電池の持ちがもう死んでるんですよ。もう2時間で切れます。2時間で電池が切れるんで、モバイルバッテリー必須になってるんですよね。で、だから楽天ハンドにすれば楽天ハンドで稼働しちゃおうかなと。まあ、本当は電話と稼働は分けたいんですけど、楽天ハンド防水なんで、
あとなんかさ、Uber のアプリもさ、Android の方がいいらしいじゃん、なんか。よく iPhone でできるな、みたいなことよく聞かれるし。あとGoogle ナビとかもさ、ちっちゃくできるから、Android の方がいい。あね、楽天ハンドで稼働しようかな。そしたら電池も持つと思うんですよね。モバイルバッテリーなくても大丈夫だと思うんで。このね、iPhone もね、買った時から一回変えたんですよ、バッテリー。これ。これ、楽天、iPhone 8なんですけど。で、一回バッテリー変えたんだけど、そう、もうそんな、すぐダメです。また変えるのもあれかなって。はい。そんなところで、なんだっけ。ステップンと、あれとあれみたいなところですね。まあ、5万円ね。本当はだからやっぱあれっすよね。7万円ぐらい。7万円ぐらい Uber で稼げたらいいんですけど、まあでもちょっとしんどいです。まあ、その、夜だけっていうのもちょっとぬるすぎな気がするんですけどね。だから、まあなんかお昼を、調達するついでに稼働ぐらいで、まあ、昼ピーク、夜ピークやれたら、まあいいなと思うんですけど、まあただ70回以上やる気はない。来週も、今週ちょっとやる気出てますけど、70回以上やる気ないんで、70回以上やるんだったら、メニューやりますか。なんで？速金が欲しいから。au pay で、au pay で1回ごとに出金しようかなと。何の話だっけ？あ、別に Uber でもいいですけどね。はい。ただなんか今週 Uber であったかな。Uber でなんかあったかな、あった。昨日のポポラマーマで、なんか番号言えって言われて、持ってていいですかって言ったら番号って言われたんで、番号1個言ったら、あれなんか終わんねえなと思ったら、もう1個って言われて、あ、タブレットあったってのがちょっと印象的だったかなってとことか。あとまあラーメン食いたいとかですかね。ラーメン食いたいのは心の叫びなんですけど。でもさ、結構さ、その床屋とかラーメンとかもさ、なんかバイクがあるとさ、バイク止める場所がないとさ、ちょっとやりづらいよね。だから結局、そのアリオとかだったらいいけどさ、なんかその辺に、なんかピックするときぐらいだったらいいけどさ、ラーメン食う時間も大丈夫かな。なんかあんま長くさ、その辺置いとくとさ、ね、切符、集金取られそうだよ。はい、そんなところで終わりました。ともっしーでした。またねー。